今回は寺尾明さんのルビーの指輪を紹介するぞ。昭和歌謡だね。まさにムード歌謡という雰囲気で聴きどころ満載の名曲じゃな。どのような目次かな。まずカバー音源を最後の転調部分まで聴いていただき、次に曲を軽く紹介、そしてリズムの特徴、歌い方の特徴について解説の順番じゃ。チャプターを区切ってあるので飛ばしてみることもできます。それではカバー音源をシンセサイザー V りょうさんの歌声で聞いてもらおうかの。風の街と姿見の心が切ないね。枯れ葉一つの重さもない命、あなたを失ってから背中を丸めながら指のリング抜き取ったね。俺に返す捨ててくれ。それ誕生石ならルビーなの。そんな言葉が頭に渦巻くよ。あれは8月まばゆい日の中で誓う愛の幻。孤独が好きな俺さ、気にしないで言っていいよ。気が変わらぬ時に早く曲を軽く紹介させてもらうと、ルビーの指輪は寺尾明さんの6枚目のシングル曲で1981年に発売された。発売当初はあまりヒットしなかったが、寺尾明さんの魅惑的な低音ボイスとおしゃれな曲調が徐々に浸透し、レコード売上枚数は 134.1 万枚で自身最高売上を記録。さらに1981年のオリコン年間売上ランキング1位も獲得した。そしてあの伝説的歌番組ザ・ベスト10では12週連続1位という最高記録を樹立し、1981年の第23回日本レコード大賞も受賞した。すごすぎる。まさに1981年の代表する曲なんだね。作詞は松本隆さん、作曲は寺尾明さん、編曲は井上明さん。
ポイントはいっぱいあるが、まずはリズム取りについて説明しよう。リズムが特殊なの？この曲は一般的な8ビートや16ビートと違い、シャッフルというリズムになっている。シャッフル？トランプで混ぜることだね。そうじゃの、たまに失敗してバーッと落としてしまうの。ん？違うぞ。ふふ、黒べったら。それじゃあ音楽再生でランダムに聞くことだ。それもシャッフルじゃの。違う。ここで言うシャッフルはリズムを跳ねさせることじゃ。跳ねる？わかんない。跳ねるとは人がちょこっと飛んで走ってるような感じのリズムのこと。タッタ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 というリズム。8ビートとシャッフルビートを比較してみよう。まずは一般的な8ビートはこんな感じ。次にシャッフルにしたリズム。ハイハットのリズムの違いを聞いていただきたい。確かにハイハットがチッチチッチとしていて飛び跳ねてる感じだね。この跳ねるリズムは3連符の真ん中の音を出さないというリズム。この場合楽譜に書くときは一般的に8ビートで起譜し、リズム変換の注釈が最初に入っていることが多い。注釈あると3連符表示の必要ないから楽譜がすっきりするね。この曲は基本16ビートのリズム。一般的な16ビートはこんな感じ。そしてそれをシャッフルのリズムにした場合、なんか気持ちいい。自然と体がリズムに合わせて動いていく。一般的にはシャッフルは8ビートの変化形のことを指し、16ビートでは時間軸が半分になるのでハーフタイムシャッフルと呼ばれる。この曲ではこのハーフタイムシャッフルがずっと使われているんだね。したがって歌うときや楽器の演奏ではこのリズムのノリに注意しなければいけない。例として A パートのボーカルで比較してみよう。まずは原曲通りのハーフタイムシャッフルで歌った場合、曇りがラクスの向こうは風の街、問わず語りの心が切ないね。枯れ葉一つの重さもない命、あなたを失ってから。次にシャッフルせず16ビートで歌った場合、曇りがラクスの向こうは風の街、問わず語りの心が切ないね。枯れ葉一つの重さもない命、あなたを失ってから。微妙な違いで分かりづらいけどちょっとノリが違うね。ハーフタイムシャッフルは独特なリズムなので体を動かしながらリズムを取った方が乗りやすいかもしれんの。次のポイントは拳と呼ばれる歌い方で、要所で入っているところじゃな。拳って演歌でよくある歌い方だね。この曲ではかなり短い時間で拳を入れている箇所が A パートで目立つ。この部分を忠実に楽譜にするとこんな感じじゃな。細かい音符になる。一瞬の歌い回しだね。
これも比較してみよう。両方ハーフタイムシャッフルのリズムでの比較です。まずは先ほどと同じ原曲通りの拳の入った歌い方。曇りガラスの向こうは風の街、取らず形の心が切ないね。枯葉一つの重さもない命あなた。次に拳を入れなかった場合の歌い方。曇りガラスの向こうは風の街、問わず形の心が切ないね。枯葉一つの重さもない命あなた。拳を入れないとのぺーっとした感じになるね。入れなくても変ではないけど、拳ある方が味があるね。そうじゃの、ちょっとしたスパイスみたいなものじゃ。あと最後のポイントとしては、 A パートの部分では要所で音を短く切って歌っていることじゃ。これも忠実に楽譜にするとこんな感じになる。休符が増えてさらにややこしい楽譜になったね。そして各音を切らずに歌うとこんな感じになる。曇りガラスの向こうは風の街、問わず語りの心が切ないね。枯葉一つの重さもない命あなたを失ってから。これも変ではないけど、なんかキレがない感じ。今までの解説ポイント3つ全てを無視したらどんな感じになるの？それではシャッフルさせず、さらに拳音切れをなくした場合を聞いてみよう。曇りガラスの向こうは風の街、問わず語りの心が切ないね。枯葉一つの重さもない命あなたを失ってから。カラオケで上手くない人が歌ってるようだ。全然味がない。A パートではこれら3つの歌い回しが見事だから、最初からぐっと歌に引き込まれるんじゃの。うん、なんか大人っぽさ、色っぽさも感じるね。全体的におしゃれなコードを使用してるっぽいけど、コード進行では特殊なところあるの？イントロ最後の4小節、歌に入る前のすごく美しいシンセメロディーと綺麗なコード進行の部分じゃが、ここにナポリの6度という和音を元にしたコードが含まれておる。ナポリのパスタ？ナポリタン！お腹空いてきちゃった。ナポリの6度についての解説は少し時間がかかるので次回説明したいと思います。お腹空いてそれまで待てない。食いしん坊じゃの。それでは次回の名曲軽く解説まで。バイバーイ。